バットマンは D.C. コミックスの同名キャラクターをベースにした1989年のアメリカのスーパーヒーロー映画。ティム・バートンが監督、ジョン・ピーターズとピーター・グーバーが制作を務め、ジョーカー役にジャック・ニコルソン、ブルース・ウェイン、バットマン役にマイケル・キートン、その他、キム・ベース・シンガー、ロバート・ウル、パット・ヒングルらが出演した。 ワーナーブラザースによるバットマンの初期映画シリーズの第一作目である。犯罪と暴力がはびこる都市コスサムシティ。この街の犯罪者の間で巨大な川掘りに襲われるという噂が広まっていた。ある晩、強盗犯の前に現れた異形のボディスーツをまとった黒い怪人。彼は強盗犯に制裁を加えるとバットマンを名乗り仲間に 自分のことを話せと言い残して闇へと消えていった。同僚たちから笑われながらもこの噂を信じて調べている新聞記者ノックスと聡明な女性カメラマンビッキー・ベールは取材の過程でゴッサム一位の大富豪である青年ブルース・ウェインと知り合う。ビッキーはブルースの謎めいた魅力に興味を持ち次第に二人は惹かれ合っていく。ビッキーは 一見楽天家にも見えるブルースの孤独な一面を察し、またブルースも彼女にだけは長い間閉ざしていた心を開いていった。一方、ゴッサムの裏社会を牛耳るマフィア、グリソムの右腕であるジャック・ネイピアは、グリソムの愛人に手を出したことで怒りを買う。グリソムの罠により、科学工場で警官隊と応戦していたジャックと部下たちは、現れたバットマンにより次々と倒されていく。 ジャックは、バットマンを銃で撃つが、スーツの効果により跳ね返された弾丸が近くの機械に当たり、破片を顔面に浴びたジャックは、化学薬品の液層に転落する。ジャックは一命を取り留めて警察からも逃げたが、化学薬品の作用で、肌は真っ白に漂白され、顔面は、神経が麻痺したことから極端に引きつった笑い顔に、表情が固定されてしまう。 その姿はまさしくトランプのジョーカーそのものであり、これに大きなショックを受けたジャックは精神に異常をきたす。しかしその狂気は彼が持ち合わせていた明晰な頭脳と残虐性をさらに研ぎ澄まし、ジャックはジョーカーを名乗ると自分を罠にはめたグリソムを手始めに次々と裏社会の大物たちを笑いながら殺害していく。ほどなくしてゴッサムシティは 笑う殺人鬼ジョーカーが支配する街へと変貌していった。ジョーカーは死生200年記念祭を乗っ取った上でバットマンに対決を申し込み、ジョーカーとの過去の因縁に気づいたブルースも決着をつけるべくバットマンとなり立ち向かう。当時のアメコミ界はリアルな世界観に移行する時期にあたっており、本作もその影響下にある。ゴシック様式と 工業都市が混じり合ったコッサムシティの造形やダウンタウンの描写、そこを失踪するバッドモービルなど現実とフィクションの間を狙ったような画面作りが特徴。加えて監督であるティム・バートン独自の作風、異形への愛がバットマンやジョーカーといったキャラクターたちに注がれている。ジョーカー役であるジャック・ニコルソンの一説には創生作費の50%とも言われる。 高額なギャランティーも話題であったが、実際にはハリウッド映画としては制作費も抑えめであったため、彼クラスの俳優としてはそれほど法外なくとは言えない。結果的に工業収入から一定の額を受け取ることのできる契約によって最終的な報酬は6000万ドルに達した。ジョーカー役のオファーはロビン・ウィリアムズやアラン・ディックマンにもあったが、両者は断っている。 音楽はバートン作品の常連であるダニエルフマンほかアーティストのプリンスが担当ということになっているがサウンドトラックバットマンはプリンス名義のアルバムとして販売された上に劇中では使用されていない曲も複数含んでいるためむしろバットマンというテーマで作られた彼自身のオリジナルアルバムから曲が提供されたといった方が意味合いは近いこのアルバムには ビッキー・ベール役を演じたキム・ベイシンガーが一部参加しているほか、本編内のセリフをリミックスして作られたバッドダンスも収録され、バッドダンスはミュージックビデオも公開されている。なお、ダニー・エルフマンの作曲した BGM のみを収録したバットマンオリジナルモーション・ピクチャースコアも発売された。制作当時、コミックの姿とは似ても似つかないマイケル・キートンの起用に対し、 ファンからの批判が起こったが映画の方向性が狂気を内包したバットマンと狂気を体現するジョーカーとの対比に置かれていたことから公開誤送した声は収まっていったという経緯がある。ただテレビドラマバットマンでバットマンの相棒ロビンを演じたバートウォードは本作に対して暴力的すぎると批判的なコメントをしている。ジャック・ニコルソンのジョーカーは シーザー・ロメロの滑稽なキャラと異なり当時の漫画に合わせ暗く描いているが、ロメロを意識したスタイルになっている。ありがとうございます。